幌とかユフィンに行ったり遠出したりしたい。どうも、ロボチューバーのアンテロボルタです。今回の動画は VTuber 関連の工作会。以前の動画で、こちらの、ワタメットロボを作りました。よければこちらの動画も見てみてください。で、今回ですが、ワタメへの衣装の一部を再現してみたいと思います。電子工作で再現できる衣装ってあるの？って思う方もいるかもしれませんが、あるんです。はい、こちらの面白パリキサンブラスですね。この波形が僕のすごくいいですよね。ケッティパッパすごい。今回はこのサングラスを作っていきます。まずはデザイン。ワタメの配信や Google で画像検索して出てきた野望、谷郷社長がサングラスをかけてる写真を参考にします。球体とかを並べたり削ったり足したり、他にもなんやかんやして設定します。設定したものがこちら。まあまあ似てるかなと。これを 3D プリンターで印刷。で、以前のスバルドダックロボの動画で 3D プリンターの積層痕が気になるとニコニコ動画の方にコメントがあったので、今回ヤスリがけに挑戦してみます。粗めのサンドペーパーからだんだん細かいものに変えていって、最後は耐水サンドペーパーで仕上げて完成です。どうでしょう、まだちょっと積層痕が残っていますが、大部分がスベスベです。まあ熱で溶かして積層するタイプの 3D プリンターだと、積層方向の解像度が低いから直立半径が小さい部分はどうしても積層痕が残っちゃうのかも。光学式はランニングコストだな。とりあえず OK ってことで、いつもの接着剤を使ってリボンと花を接着。これをさっきのフレームに接着します。音符を接着。これもくっつけたら、レンズはまだないけど大体の形が完成。あと針金を切って印刷したパーツに差し込んで、サングラスのつるの部分を準備しておきます。次に回路部分。波形は LED を並べて再現しようと思います。 LED と聞くとこんな感じの電球っぽいのをイメージする方が多いと思いますが、中にはこういうちっちゃいチップが入っています。で、いろんな色に光る LED があるので、今回はそれを並べます。基板はこのユニバーサル基板を使います。まずユニバーサル基板を切って、配線にする針金を曲げて切って、その針金をユニバーサル基板に並べて、ハンダ付けしたものがこちら。同じようなことをして裏面の配線ができた。今度は表面に LED と保護抵抗のチップを並べます。 LED と保護抵抗のチップをハンダ付け、 5×5 の LED アレイが完成。さらにこの基板に電源用の配線をつけます。配線をいい感じの長さでカット。配線とコネクタをハンダ付け、熱収縮チューブで束ねますっていうのを2つ作ります。この基板をサングラスに取り付けるんですが、レンズはどうするかというと、このプラスチックの板を使います。プラスチックの板を切ってさっきの LED にかぶせるんですが、1枚だと LED が透けちゃうので2枚にしてみます。この板の接着ですが、いつもの接着剤は粘度が低くて広がりやすいので、別の接着剤を使います。結構粘つく。これはこれで難しい。プラスチックの板と他のパーツを組み合わせて接着。このレンズをフレームに取り付けて接着。おお、いい感じでは。ここにサングラスのつるも取り付けるとサングラスっぽくなった。で、ここにさっきの基板を取り付けるんですが、 LED の動作確認をした時に結構ハンダで光が反射していたので、遮光するためのパーツをかぶせます。これをサングラスに取り付けて
配線の釣り糸を使って鶴の部分に固定。こんな感じですね。あとは別の配線を作ってラズベリーパイックに接続、 LED が光るようにプログラミングしたら面白パリキサングラスの完成。配線の関係で LED は 5×5 になったけど結構再現できたんじゃないかなと。ただこのワタメイトロボにはちょっと大きいんだよな。あ、そうだ、よし、これで解決。ちなみに BGM にタイミングを合わせて光らせているだけで音を拾って光っているわけじゃないです。マイクをつけて音の周波数スペクトルを解析して強度に応じて LED の光り方を変えると音楽関係でよく見るやつみたいになりそうですけど、今はその技術がない。そのうち勉強して実装してみるのもいいかも。以上、面白パリキサングラス制作でした。ちょっとしたおまけもあるよ。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ではでは。